どうもリントです。今日は、先日アンケートの方でいただきました、ドレスアップの方やっていこうかなと思います。でそちらがよいしょ、少々お待ちくださいね。この間ねドレスアップのアンケートをツイッターの方で取らせていただいてます。でそちらの方に合わせて今日ドレスアップをやっていこうかなと思います。で今ツイキャスの方でもね一緒に配信をしながら撮影をしている状態になります。なのでちょっと BGM かかってますがご了承お願いいたします。でそうですね、あと、よいしょ。ちょっとそのページをちょっと出しますか。よいしょ。このドレスアップですね、をアンケートを取って、まあ、2番目のね、ただただエロというのが、1位になりましたので、こちらを作っていこうかなと思います。じゃあ早速姿見の方でやっていこうかなと思います。で特にどれを使うとか決めてないので結構ダラダラと長々とやっていくかなと思うんですけれども、ただただエロですよね。どれを使おうかな、まあ、まず上半身とか下半身を決めてやっていければなと思いますが、上半身ね、まあ、ただすぐねエロって言われたらこれが多分結構想像しちゃう、想像というかこれにしちゃおうかなと思う人もね多いかもしれないんだけど、なんかありきたりなのにしたくないんですよね。これは使わないようにしましょう。これを使わずに作りたいなと。でもそうなっても結局水着なんだよな。どうしようかな。まあね、エロ系ドレア、魔女の上が結構使い勝手がいいのかなとは思うんですけど、これトランプボレロに戻しておいて、ただな、セクシー系かエロい感じということなので、ちょっと下から決めていきましょう。スカートとかもありますけど、この辺だとね、パンチラをして、そういう意味でエロかったりはするかもしれないですけどね。どうするかな。よいしょ。この辺にしようかな。南国のパンツ。を使ってみよう。まあ、エロいはエロいのかなと思うのでそれにしてみようかなと思います。あと個人的にこれ使ったことなかったので使ってみたいなっていうのもありますね。なので南国のパンツにして、体の上はどれにしようかな、まあ、組み合わせてみてですね、この辺もエロめにはなるけれども、これだと、ね、西川さん見たくなっちゃうから、TM レボリューションみたいになっちゃうからね、なんかちょっと違うかな。この腰の出る感じはいいかもしれないですね。へそがちょっと出て、っていうのは。まあ、完全に季節感ないですけどね。上南国のシャツっていうのもいいな。この胸元がねちょっと出てる感じもエロいかもしれない。これもいいかもしれないな。どうしようかな。
どうしようかなじゃないんだよね。それを作ってくるから、どうしようとかそういうことではないんですけど、南国のシャツだとな、季節感、まあでも季節感とか考えてたらな、セクシーな感じにはならないしな。季節感とか気にするのやめよう。気にしたら多分作れなくなっちゃうな。あ、でも腰出てる方がいいな。うん。腰出てる方が、個人的に、エロいかなと思います。これに上半身だよね。まあ、この辺はちょっとエロくはないかな。もうちょっと、胸元が出ている方が、個人的に、これマントいらないな。マントがなかったら結構好きなタイプの。で、チューブトップみたいな感じでもないし、いいですよね。これはちょっと違うな。この、体の上と下の、白いところがいらないな。こう、シンプルな感じがいいんだけどな。これだとちょっと、まあ、強そうだけれども、エロいって感じではないかな。結構いいかもね。でもエロいかって言われるかなって感じかな。ちょっと他の作業見てみましょうか。この辺も好きなんだよな。これでもうちょっとそれこそオーガとかだったらエロセクシーにねできそうな感じがしますよね。これだと一式だからな。まあ、ただポンキュッポンって感じにはなっているんだけれども、一式はちょっとつまらないな。コーデっていう感じにもならないし、これもちょっと微妙かな。と、上のところも随時見ていきましょう。あ、これいいかもな。上半身これがいいかも。これにしてみようか。これでスマートな感じのスカートとかいいかもしれないな。意外と難しいね、エロっていう。いや、難しいというか、その人その人によってね、エロいっていうジャンルのね、ゴール地点っていうのは違うので、なんかこれは違うな。占い師の上だとちょっとエロだけにはならないかもしれないね。ね、もう優柔不断っていうね。うんうん。まあでもこの辺も結構いいんだよな。胸元が出てる感じ結構好きなんだよな。やっぱり下は南国のパンツにしよう。これは決定にした方がいいかな。南国のパンツにしていって、その南国のパンツに合わせた上を着ていこうか。それの方がいいかもしれないね。うん、そうしようか。これだとエロくはないな。さあ、じゃあ南国のパンツに合わせて、ちょっとエロかわいい感じのドレアをしていこうかなと。ただ南国のパンツに合う感じの上を探していく感じかな。どうしよっかな。よいしょ。南国のパンツに合わせて上を作っていく感じにしましょう。
もうちょっと胸元が出てた方が好きだな、まあ、個人的な話なんですけどね。南国のパンツに合わせて、上をっていうのですね。靴もつけてっか。あ、このパンプスいいかもしれない。よし、このパンプスに、南国のパンツにして、体の上をちょっと変えていきましょう。これ結構好きなんだよな。これはちょっとセクシーさが足りないな。これ結構良さげかもしれない。これにして、頭を頭をどれにしようかな。頭をなんかバカンスっぽいハットがあるといいな。それだとちょっと違うな。ふんふん、ハットハットハットだと意外といいのが見当たらないな。意外とないな。頭はどれかな。可愛らしいのがあれば一番いいんだけどね。やばい、バカそうになった。どうしよっかな。黒にしてパンプスを白い感じ。あそこにはできたら自分らしい色を入れたいから、ポイズンカメリアにでもしとこう。まあ、自分らしいっていうほどでもないかもしれないけどね。で、上は、ちょっとセクシーかな。セクシーかなって感じになってきたな。あ、パピオングローブとりあえず変えようか。パピオングローブを、なんかブレスレットとかにするといいのかな。この辺にしてみようか。マリンとかじゃなくていいか。トランプとかでもいいかな。うん、いいね、トランプで。ニーソとかもありかもね。あ、ただ季節感がなくなっちゃうんだよな。ファッション変えようか。これじゃなくて、結構体の上が悩むな。下はいい感じになったんだけれどもね。
さあどれにしようかな。よいしょ。悩むな結構体上が。そこそここうね胸が出てる感じの方が近い気がするんだよな。この辺だと違うしな。なかなかしっくりこないな。しっくりくるのがこうピタッときたらできると思うんだけれども、よいしょ。しっくりはまる感じのやっていこうかな。全然違うねこの辺だとね。意外としっくりはまらないな。なるべくのパンツを変えた方がいいのかな。いろいろ見てみるか。使いたいな。やっぱり水着系がいいかな、この辺の。こっちか、これにするか。で、淡い色にしよう。豆のよりはこっちかな。ファッションが結構いい感じだな。うん、腕つけちゃうとちょっと違うし、荒くれだとねまた違うかなって感じかな。まあ自分がやるならって感じだけれどもね。うん、腕が出てた方がいいな。他の水着もあったけど、この水着ってこの辺だよね。危ない水着とかだとちょっと微妙だな。よし、ファッションにしよう。でファッションに合わせて、こっちがいいな。よし、こっちにしよう。で、リボンじゃなくて、ハット系がいいな。ハットかキャップか。ハットかキャップだな。その辺にしよう。よしよし。それでね、胸がもうちょっとこう人間でもね大きかったりすれば、悪くはないんじゃないかなと思ってきたよ。こんな感じにしようかな。あ、でもウエスタンとかもいいかも。
ウエスタンとかもね、ありかもね。うん、バンダナ系でもいいし、まあ、ワンポイントつけてるのでも全然いいかもしれない。ワンポイントにしよっかな。一箇所だけこうね、何かつけているみたいな感じにしようかな。いや、いっそ頭の装備はなしにして、アクセサリーかなんかをね、かけさせようかな。なくてもいいと本末転倒だな。足はかん、なんかブーツとかでもいいかもしれないね。よし、なんかいいブーツを見よう。どうしようかな。ブーツでしょ。ブーツ。この辺のブーツとかもいいな。悪くはないんじゃない。預言者か、預言者じゃないの使いたいな。でもそうなると台風とかになっちゃうな。キュッとしたブーツもありだな。うわ、悩むね、意外と。楽しいけど、スイートヒールだとちょっと違うな。預言者真っ黒にしたらどうかな。真っ黒にすると割と悪くないかも。でも台風の方が良さげだな。台風にするとかっこいい感じのエロさにつながりそうだな。そうだな、腰で切れてるんだよな、この網がな。やっぱりダメだな。結構悩むね、ここ。上の使い方とかにもよるんだろうけど、ちょっとだけ見てみようか。
ひょっとすると南国のパンツっていうのにこだわりすぎてるのもダメなのかもしれない。結構占い師の上って、良さげな気がするんだよな。いや、ほんとね、もう、優柔不断っていうね。なんかこっちの方がセクシーな感じ出せるな。あ、ここ変えれるんだ。これいいかもしれないな。よし、占い師の上を使って、あ、でも占い師の上に南国パンツでも悪くはないのか。これにして、グローブ系だな。あ、これ結構良さげだな。に、タイフーンじゃないタイプの短めのブーツにしよう。白系よりはちょっとこう怪しい色。あ、いいね、いいね。こんなタイプにしようかな。で、ここに、頭を、よしよし、頭を、リボン、いや、リボンじゃないな。頭をやっぱりワンポイントがいいのかな。さあ、どのワンポイントにしようかな。もしくはハットか。占い師のね、これつけてるからね。頭はどれでもいい感じがするな。これだとちょっとあれだな、なんか変だな。せっかくだし猫耳使ってみる。使ったことないしね。あ、いいね、いいね。で、山猫にして色を黄色じゃなくて紫系に。あ、これ耳の中か。中だから、外をね、こんな感じにして、耳の中は変えなくてもいいかな。なんかそこは白い方がいい気がするな。で、常夏のバングルを、中というか手のところを黒目にして、あ、そうなるのか。中は変えなくてもいいかもしれない。ちょこっとだけ変えよう。あんまり見えないけど。こんな感じで。はい、ではこんな感じで完成です。まあ、ただただエロになるかどうかはあれだけれども、エロめのコーデの完成です。結構悩んだな。いや、普通に、魔女の
上とか使ってもいいのかもしれないけれども、魔女の上を使わないコーデをちょっと使ってみようかなと思ったので、ね、これだと、まあ、エロいよね。胸も出てるし、腰も出てるし、こっちでもいいかもしれないけど、こっちよりは、うん、こっちの方がしっくりくるね。ということで本日こちらで完成です。エロドレアということで、お納めいただければなと思います。でこれは、おしゃれレシピとしてレシピに記録をさせていただいて、後日作成しようかなと思います。はい、アンケートでねいただいて皆様の意見がうまく入っているかどうかというとちょっと怪しいところではございますが、このような感じにさせていただければなと思います。では以上リンドでした。ご視聴ありがとうございます。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。